さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋文友です。この配信画面、先ほどダンブルローズダブル X の件でという話ですが、ダンブルローズの、先ほど、10時台の配信でですね、最後の、裏キャラに負けてですね、チャンピオンが、チャンピオンベルトがなくなりましたという表記が出たと思いますが、本来それでいいんですが、Xbox にはですね、まあ実績あるんですね、要はプレステの実績解除みたいなのがあるんですが、やっておかないとです。解除しないと、一応ダメかなと思ったので、一応時戻しし、えー、ロードして、もともと持ってるチャンピオンのキャラになってますが、それはご了承してほしいっていう、次配信するときのご了承点だけお願いしたいと思い、この配信をしてます。ちなみにこの配信3回目です。音声入ってないのに気づいてなかった主さんが悪いです。なので、マイクラで配信するしかないので、こうなりました。ということで、皆さんすいませんが、先ほどの一応、完全版のやつは、このまま、残しますが、YouTube に上げる際は、この配信の、動画の次の日ぐらいの扱いにて、上がると思いますので、よろしくお願いします。では、終わります。ご視聴ありがとうございました。